たいと思います。私司会を務めます、子どもたちを放射能から守る福島ネットワークの世話人の駒崎由紀子と申します。よろしくお願いいたします。ではまず最初にこの福島集団疎開裁判の会の代表であります井上さんから一言ご挨拶をいただきます。どうぞ。皆さんはじめまして。また今日はいよいよ集団疎開訴訟が始まったわけですが、この節目の日にたくさんの皆さんに集まっていただきありがとうございました。これは福島県の子どもたちを守るためにも、またこの福島県でまっとうなことが行われるように私たちは全員願っているわけですが、そのためにも非常に大変な大事なスタートが切れた日だと思ってます。どうか皆さんこの思いを共通していただけるようにお願いします。以上、簡単ですが挨拶に変えさせていただきます。ありがとうございました。それでは今日の第1回目の裁判の内容の説明を柳原弁護士と安藤弁護士の方からしていただきます。どうぞよろしくお願いします。こんにちは。私、債権者代理人の弁護士の柳原と申します。今日は集団疎開裁判の第1回の期日がありまして、裁判官3人で、合議体ですね、合議体という、裁判長、清水裁判長というんですが、3人の裁判官と、私ども債権者だけが、あと電話会議で、滋賀県から井戸健一、こちらの代理人も電話で参加しまして、それで先ほどまで約1時間弱、ディスカッションというか、をやりました。で実は私ども一番今回の、裁判で、恐れていたのは、門前払いといいますか、こういう集団というのはちょっとやや意味が広いんですが、私ども過去に例がないようなですね、この裁判を求めるにあたって、いろんなほじければ法律的な問題がありまして、でそこに目をつけたというか、ケチをつければ、いろいろケチがつくものですから、今日はそこら辺に関してですね、どの程度裁判所がそれを気にされるのか、あるいはそういうことを気にしないで、もっと本質的な問題にですね、ズバリ入ろうとするのか、今日で大体その雰囲気が分かるということで、ある意味では非常に緊張した、期日だったんですが、結論を言います、先に言いますと、裁判所は非常に誠実で、そういうですね、重箱の隅をつっつくような、そういう細かい問題をですね、なんか上げ足を取るようなことはせずに、正面からですね、今回の疎開というか、安全な場での教育をすることの裁判のですね、中身にこれから、正面からちゃんと議論したいという姿勢をですね、示してくれまして、いろいろと細かいことで気になることは裁判官も言ってましたけれども、なんか上げ足取りをして、こちらの裁判は無理だよというようなことをですね、私どもに伝えて、今回は諦めなさいみたいなことをですね、いうような雰囲気ではなくて、ちゃんと正面から、この、裁判の必要性、重要性を踏まえてですね、本当にその法的な救済が認められるかどうかを、ちゃんと堂々と、論議したいというか、深めたいということで、そういう前向きな方向でですね、議論をしたいということを今日、裁判所 その話っぷり、あるいは内容からですね、私ども感じまして、で非常に正直言ってこう気持ちのいいというか、充実感のある手応えを感じて、今日は裁判を終わりました。でとりあえず次回をですね、期日が決まりまして、今月7月の19日火曜日、4時30分から、今度は私ども債権者だけでなくて、債務者郡山氏も入りまして、双方が呼び出されて、
裁判所と話をするという、まあ、また非公開ですけれども、いよいよまあその、郡山市もですね、この日までには、自分たちの、主張あるいは反論をですね、用意して、で、まあ裁判所に臨むという、まあ、いよいよまあその本論の議論といいますか、まあ、いわゆる前座が終わって、いよいよ、まあ、その本題の議論にこの日に今入るという、そういうまあ一応大きな、流れです。少し補足を安藤弁護士から。申し立て代理人を務めております弁護士の安藤です。長野県の松本市から参っております。本日債権者の面接という形で裁判官と3名とお会いしましたけれども、非常に記録を丹念に読んでいただいていると、そういうような印象を受けました。で非常に心強く思いました。また今日までに5日ほどですが、署名を皆さんに集めていただきまして、全国、まあ、全世界から3000近い署名を5日間でいただいております。でこれについても裁判所に提出いたしまして、裁判官もしっかり読んでもらうということを約束していただきました。まずは裁判としては好スタートを切れたと思います。ですが、まだ今後ですね、債務者である郡山市の方からどのような主張が出てくるのかとか、あるいは裁判所から今日言われた釈明事項についてどう答えていくかといったところを、再度検討して、また前に進んでいければいいかなと、そのように考えております。以上です。まあ、もしよければ Q&A で。でいいですか。じゃあ幹事社の共同通信の方が触るけども、短く質問して、その後は作者さんの質問で、はい、ちょっと伺いたいんですけども、今日その非常に手応えがあったという話だったと思うんですが、具体的にその先生というか債権者の方としてはどういった主張されたのかという具体的にもう少し伺いたいと思います。こちらの主張は やり取りをですね、どういったやり取りがあったか、ちょっと具体的な例を言いますと、ちょっと私どもその皆さん の広報的には、集団総会をですね求めることが、まあ、最終目標だということを言ってるんで、裁判所もやっぱそこら辺はかなり、気にしてまして、この民事裁判というか仮処分の裁判で、まあ、集団でその、安全な場所で教育せよということを求めているんですかと、ことをもう一回確認をさせてくれということですね。で、まあ、私どもは、あくまでもその、まあ、民事裁判の原則にのっとった裁判なので、それはまあ要するに当事者限りでですね、救済を求めるというのが民事裁判の原則なので、でこの裁判を申し立てた債権者がその14名の児童生徒が安全な環境で教育できるように しろという内容の裁判ですと。ことで、まあ、そうすると、じゃあその集団総会との関係はどうなりますかということでですね、まあ、聞いてこられたん でもちろんそのことが我々の、ね、頭にあるのは当然なんだけども、それをその裁判の場で求めるわけではなくて、裁判 その重要面 その、疎開をせよという決定が出ることによってですね、それを受け止めたその、債務者の郡山氏がそれを実行するときに、14人だけですね疎開させて、後の残りの生徒はそのままっていくわけには実際もでいかないだろうと、その意味で、まあ、事実上、判決のです、ね、内容をです、ね実現する上で、他の生徒のこともです、ね、差別しないで取り扱うことが期待できるので、そういう意味で事実上、集団の疎開をです、ね、実現されることを期待して、我々はその14名の、まあ、救済というか疎開を求めるというその手続きをやろうとしてますということで、その、まあ、集団の疎開とその14名の疎開の関係をですね、一応説明させてもらったら、ああよく分かりましたと、それで納得していました。あと2点目でこれで質問しますけど、その裁判所の方が非常に誠実だったという質問があったと思うんですけれども、何て言うんでしょうか、具体的にそのどういった点が今おっしゃられた点かもしれないですけど、そうですね、先ほど私申し上げたのは記録を丁寧に読んでいただいているといったところがあります。仮処分申し立てたのが6月24
果でして、現在までにほぼ1週間ぐらいなんですが、それだけとは思えないほど、記録を読み込んでいただいて的確な質問をされていたと、そういったところが非常に事件に誠実に向き合っていただいていると、そういうふうに理解しました。郡山という土地で当然裁判官も興味のあるところかと思いますので、そういったところが影響しているのかなとも思いますが、そこら辺は誠実とこちらは考えました。では幹事社からの質問は以上にさせていただきますので、各社さん自由に質問よろしくお願いします。どうぞ。テレビ局長です。みんなですけれども、市に対して、学校ごと、集団疎開させるように求めていると、姿勢は変わらないけれども、裁判上、民事裁判ということでその対象となるのは14人と。ただ学校ごと集団疎開させるよう求めているという、ことは変わらないので、そのあたりが、そこも環境ですね。要するにその、とりあえずその裁判の原則でその起こした人間の救済というのが裁判の原則なんで、そういう意味で14名 の, です、ね、その疎開なんだけども、その疎開の理由ですね、理由はその14名と他の生徒のです、ね、間で差別される理由はないと、みんな危険な状態に置かれているという意味では、そこの理由はです、ね、その14名の救済だったら、じゃあ他の生徒だって同じ理由、同じ条件にいるんだから同じです、ね、扱いをされてしかるべきだろうという意味で、その判決によって他の生徒も同じ扱いをされることがです、ね、おのずから導かれてくるだろうと、そういうことで事実上この判決によってですね、その学校ごと放射線量が低い地域へ、集団疎開させるよう求めていくということが変わらないわけです。はい、で例えば非常に門前払いということはなかったと、ということで、はい、ですけれども、今後次回から郡山市も入っていくということですけど、今の手応えとか感触っていうのはどのように思いますか。そうですね、私ども、これは違いますけども、やっぱりそのこれは一種の科学裁判なんですけどね、その最先端 の,、その科学技術に関する問題 で、裁判所も素人なもんですから、一般的にはですね、やっぱりそのよく自分で分からないと、でちょっとその手に余るということで、ですね、で普通だったらやっぱりそのちょっともう自分にはごめんだというか、そのちょっと前勘弁、ごめんということで、ですね、逃げたくなるのが、無理もないし、よくあることなんですね。やっぱりにもかかわらず、それをですね、逃げずに、で結構短い時間でですね、私ども結構たくさんいろんな資料を出したんですけども、それをちゃんと読んでるのが、やっぱりよくわかるようなですね、反応だったんですね。話してると読んでなければわからないようなこともちゃんと読んでられるんで、私どもの説明もですね、パッと理解が、してもらえてると。でそれはやっぱりその、この裁判はですね、やっぱこれはその単なる自分が例えば科学が苦手だからもうちょっと脇を置くみたいなことで済まされないような、やっぱ本当にたくさんの人のですね、その生命や健康のですね、命がかかっている、やっぱこれはその、何を言ってもですね、やっぱ真剣取り組む価値が必要なる裁判だということを裁判所がやっぱ十分なんかこう、受け止めてくれているという感じがありましたところが、我々としてもですね、手応えというか非常にこうそのまさにそういう気持ちで一緒にこの事件を取り組んでいきたいという意味で手応えを感じたわけですね。ありがとうございます。はい。あとどうでしょうか。はい、どうぞ。毎日新聞の方も2つちょっとお聞きしたいんです。1つはその債権者の郡山氏は、今日までには特に争うとかですね、民事裁判で言えばそういう表明というのは今日までにはまだ出してきている。なんか裁判所によるとまだ代理人もですね、決まってないというか、その決まったらその委任状って出すんですけども、決まってるのかもしれませんけども、裁判所にはまだ代理人が誰かという委任状も出ていないという。態度的には表明していない。ええ、内輪ではもちろん内輪では議論準備してるでしょうけども、正式にこの人が代理人としてついたんで裁判所にずっと届けてますということもまだしてないので。あとそのおそらく受け入れて疎開させますということにはならないというのがですね、やがてこの審理の中で争いになって、反論が出ますよね。その争いの核心になる部分というのはどうしても科学的なエビデンスを出し合うような形になってこようかと思います。そういう例えば
私どもこの裁判をですね、結構準備を5月の連休明けからやってまして、いろんなそのやり方を考えた上で今回の、そのやり方を選んだというのは、要するに年間1ミリシーベルトを超えたような環境にいることは、その、まあ、法律違反であり、子どもの安全な場所で環境で教育をする義務に違反するというので、そのもう極力単純明快なですね、その論理でもって今回の裁判を組み立てたんですね。そういう意味では難しいですね、論議は必要ないと。とにかく1ミリシーベルトを超えているということをですね、その、まあ、その測定値でもって、しかも我々は国の測定値、あるいは県の測定値でもって使っているんで、それ自体は向こうが争うこともできないはずなんで、まあ、その意味では、もう、読んだだけでですね、もう答えが出るぐらいに、ある程度煮詰めてはあるので、まあ、その意味で、そんな難しい核論議になる必要はないんですが、ただ、まあ、考えによっては、1ミリシーベルトを超えたというのは、いわゆる形質的に超えているのであって、その実質的な危険はないんじゃないかと、例えば100ミリシーベルトぐらいだったらともかく、その100分の1ぐらいだったら、形質的にはともかく、実質的には危険はないから、疎開必要ないみたいなことをですね、先方が言い出すんだったら、まさにその実質的な危険についてですね、いや、1ミリシーベルトも十分危険があるよと、そういうことについての、まあ、ちょっと議論が必要になることはあるんで、その時はそういう1ミリシーベルトの持つ危険性について、こちらで準備したその文献を持って、まあ、やり合うという、そういうことは大いにあると思いますね。経済的な面に関しても市側もしくはご負担を支援をしていただきたいというそこまで求めていくと思います。あくまで集団疎開だけ、あ、その疎開にかかった費用というんですか。まあ、ちょっとこれは一般なんですけども、憲法で義務教育は無償とするとありまして、で義務教育をどうでやるかは、まあ、市の裁量というか一応必要に応じてその市の区域外でもできるというのはあるんですね、その、まあ、法律の中でですね。そうすると市が自分で考えて安全な場所で教育する義務教育するということを決めたら、それは、まあ、ある程度、まあ、無償でですねできるように、まあ、するという考えてはいるんですけど、まあ、直接裁判の中でそれを求めるかどうかはまた別なんですけども、考え方としてはそういうその疎開にかかった費用は基本的には無償であるという考えではおります。あといかがですか。あ、すみません。韓国新報の勅使原と申します。先ほど先生、細かいところで気になることもあったとおっしゃってたと思うんですけども。言いましたっけ。具体的に言いましたっけ、そんなこと。なんか細かいです。ずいぶん。言ったっけね。どうだろうな。いや。まあちょっと裁判所が気にしているのは、その集団疎開とかあるいは疎開をですねやる上で、どんな手続きが必要なんでしょうかと。まあ、例えば極論だって言ったんですけども、条例を制定しなければ。できないのかとかですね、あるいはもっと単に予算措置だけその施せば、まあ、ある種簡単にできるのか、そこら辺がちょっと裁判所にはわからないので、まあ、そこら辺がどうなるかについてはちょっとまあその関心があるので、まあ、ちょっとその何、かあれば出してほしいと、まあ、それは郡山市の方が詳しいので、いずれ郡山市の方からそれは聞かせてもらうでしょうということを言ってましたので。手続き上は新人という手続きですが、まあ、交えて話し合いましょうみたいな言及が裁判官からあったという。そうです。こちらが要求したわけじゃなくて、裁判所が自ら今度は債務者も呼んで、
新人というかさ、ありますよと。ちなみに、あの、学勉強で教師なんですけど、この新人というのは何回も何回もこれ多分続いていくように想定されてるんですかっていうのは分かんないかもしれないですけど。まあ、裁判所がもう結論を出すのに熟したというか、その必要なもうそのやり手が終わったと思えば、極端に言えば次回でもあの終わることはあるけども、まだそのちょっとその詰めをね、その結論を出すには、ここはまだ詰めないといけないときに、裁判所が思えば、その詰めるべき部分について、次回、その次までにですね、双方にその見解をまとめてくれるという宿題が出るんですね。で、それがまあ終わっていくうちに、最終的にもう、議論すべき論点は全部、裁判所なりに、もう終わったと思えばもうここで打ち切りなんです。それがどこら辺になるかはですね、裁判所自身がどう悩むかどうその考えるかによって決まってくるんで、何ともちょっとそのいつ終わるかわからないんですね。ただまあ裁判所も決してこれをゆっくりですねやっていいと思ってないってことは言ってましたので、できるだけそのまあこの問題の緊急性はもう十分分かっているので、ただまあその与える影響は大きいことも分かっているので、ちょっとそこはその、十分ですね詰めた上で結論出したいので、まあ、もうちょっと時間が欲しいという感じだから、そんなそう遠くないうちには結論出すってことはある程度あの伺えたと思います。各社さん他になければ、いや、じゃあもう一点だけ、そうそうそう、要するに今日の段階で中身まで入っていったってことは、そのいわゆる却下ではなく、とにかく中身を聞いて考えようという姿勢を感じられたというところに今日評価できるというふうに考えています。そうそうですね。いわゆる門前払いにすること基盤もないと。まあ、我々の判断、司法で判断することではないと言って、まあ、中身を審理しない、審理しないうちにということも想定としてはあり得る、ね。あり得たんですね。今日の段階ではそれはなかったと思って、理解してください。はいはい。すいません。すいません、どうぞ。署名簿なんですけども、これは証拠としてだったんですか、それとも、またとりあえず見ますよと参考として受け取ったのか。結論的に言いますと、証拠として提出しましたが、まあ、これについてはどこまでこの法案この審理の対象自体とはどこまで関連性がありますかということで、事実上見ていただくという形、事実上の提出という形にはします。ただ郡山市にも送ってもらうことにしてますので、ちょっと裁判所の記録上これだけ綴るのはちょっと大変というような話でしたので、それは事実上の問題ですが、決して署名をなんか軽んじる感じじゃなくて、その事務手続きの作業がいろいろ煩雑になったり、そのちょっと保管とかいろんな煩わしい問題が起きるので、ちょっと、ま、そのあたり証拠とするのは勘弁してもらいたいと、ちゃんとその事実上提出することで確認というかあれはするからということでですね、そういうちょっとそのお願いをされたという感じですね。ありがとうございました。ではこれから報告会、一般の皆さんに向けて の報告会に入っていきたいと思います。喋らせてくださいよ。どうぞ。何ですか。俺は県民として言わ弁護士先生に聞かなきゃならないと思う。だからどうぞ。マイクなしでやりすぎならマイク、すみません、今ちょっと前がマイクが準備できませんので、はい、どうぞ。ですね、私も郡山在住です。で、本件は多分政府のいわゆる基準値をめぐっての問題というふうに、
訴状を見てないのは分からないんですが、こう受け止めています。仮に、この仮処分が敗訴ということになった場合ですね、本訴に踏み込むことになるんでしょうけれども、一つの基準値の認定をめぐっての一つの結論が出れば、この原発のメルトダウンをめぐるってのいろんな訴訟に悪影響を与えかねないっていうような危惧を持ってるんです。その辺は先生方はどういうふうにお考えになっていますか。これと同じ案件ではなくて別案件での訴訟に悪影響を与えないかということが心配だと。それだけです。なかなか奥の深いというか、ただものではない方の質問のようで、答える方もちょっとたじろぐようで、ちょっと今すぐ明快な答えはできないんですけども、一般にこういうその、社会的影響の大きいですね、裁判を起こした場合には、もちろんその勝ってしまえば、まあ、それは非常にその、結構なんですが、負けた場合にはそれが逆にマイナスの社会的な影響を与えるのも今おっしゃった方の通りで、まあそれは非常に悪いというか、まあそのマイナスの影響を与えることも間違いなくあります。だからやるときには、まあ本当にですね、勝つために何が必要か、どういう条件が必要かをですね、考え抜いた上でやるんですが、ただ裁判というのは最終的には起こしてみないとわからない部分がありまして、まあ、その意味で完璧にですね、勝つから起こすだけではできない部分があります。で今回もですね、私どもは、自分なりにはですね、真っ当な裁判官だったら間違いなくこれは、勝ちを言うしかないだろうと思うぐらいの、最もはその何て言いますか、こちらで有利なですね、主張に絞って裁判の作戦だったんですけども、ただこれはその人が裁くもんですから、まあその、まあ、簡単に言うとヒラメというんですが、上の方しか見ないですね、福島県民がどんなふうな苦しみや大変な目に遭おうとも、まあ、自分の出世しか考えないような方に出会えば、その時にはどんな完璧なですね、作戦もですね、その方のその裁判官の前には意味がないと。そういう意味で負けることもないわけではなかったんですけども、ただその私が思うには、負けるにしても負け方があるんだと。負け方のところでですね、我々はその普通のまともな人だったらこれは絶対疎開を認めるしかないような、そういうまあその、主張をですね、組み立てて今回の裁判やってるんで、それを認めないというんであれば、どんなですね、ひどい理由付け、どんな、ま、なんかおかしな、理由をですね、持ち出すしか、こちらを任すことができないというぐらいに、その詰めた議論をしようとしてきました。で、まあ、今回、幸いもその門前払いのところでその終わりにならなかったので、いよいよ本論に入るんですが、まあ、本論に入れば入るほど、こちらを任すためには、まともな理由はもう見つからないぐらいにですね、こちらには、準備してあったので、でそれでもなおですね、万が一こちらが負けることがないわけではないと。ただその時には、こちらの負けたですね、理由付けを多くの皆さんにやっぱり裁判所は示すんですね、必ずなぜ住民が負けたかについて。でそれについてやっぱりその、まあ、簡単に言えば市民皆さんが裁判官になって、このおかしな判決を書いた裁判官を裁くというですね、私は、まあ、ちょっと言葉はあれなんですけども、こういう裁判の最終審は市民自身が裁く裁判になると思っているので、まあ、これは楽天的と言われるかもしれませんけども、まあ、仮にまあその今度の裁判で裁判官がまあそのひらめてですね、自分のことをしか考えずにこちらを任したとしてもですね、その理由付けのところで、まあ、めちゃくちゃな理由付けをつけるしかないと思うんですが、それをですね、巡って私自身がやっぱりこの裁判官を裁くというですね、そういうつもりでですね、その、この裁判をなんていうか取り組むというか、それによって多くの市民がそのこのおかしな判決に対してやっぱりその
これではもう裁判所の自殺であると、裁判所はもう、政府も県もすでにもう存在しないに等しいけども、裁判所を前もかというふうにですね、皆さんが思って、怒りをですね、ぶつけてもらうことによってですね、この裁判の、その本当のまあ問題点をですね、多くの人に知ってもらうことを実はまあ、心がけているというのがありまして、まあ、それはなんか、負け犬の逃亡ではないかというふうに言われかねないんですが、仮に負けたとしてもそういう形でですね、この裁判の持つ、重要性、重大性をですね、改めて多くの人に知ってもらうきっかけにまたそれをしていこうと思ってます。ちょっとまとまりがなくてすみません。ご丁寧な。ありがとうございます。どうも。実はですね、もう質問ではない部分なんですが、私、自分の問題は、刑事訴訟したいと思っている一人なもんですから、かなり、怒っているんですが、うん、まあ、それ、もういずれ、いろんな方と相談しながらやりたいというふうに考えています。政府と東電。実はですね、仮処分というのは基本的に非公開でずっとやるんですね。で、仮処分が公開される場合もないわけではないんですが、私も経験したことがなくて、まあ、まず今日みたいなこういうその期日というんですが、その両方読んだり一方だけ読んだりしていろんな話を聞く機会はですね、何回かあるんですが、仮処分は、基本的にはそれは非公開で皆さんは傍聴できないんですが、でどういう内容のことをやるかについても、まあ、各仮処分の事件ごとによって違うんですけども、まあ、簡単に言えば、この我々債権者が救済を申し立てている理由がですね、本当にあるのかどうかを、まあ、裁判所が見極めるために、必要なですね、調査というか、確認をするというのが、この裁判期日の目的 で、裁判官がその知りたいこと、あるいは疑問に思うこと、わからないことを、その会ごとにですね、まあ、もう冊子でズバリですね、Q&A をしていって、で、裁判所の疑問をですね、一個ずつ潰していくと。で、潰した結果、ある程度、もう問題が分かれば、あとはもう結論を出すだけとなって、裁判所のまあ決定というんですけども、判決と同じですけども、それにまあなるという感じですね。ですから次回がどういう内容になるかは、また次回はですね、裁判所がどんなことが我々に聞きたいのかによって決まるものですから、それがどんなことが聞きたいかはまだちょっと当日にならないと裁判所はわざわざ言いませんので、ちょっと今の段階ではわからないんですね。ただまあその一応考えられるのは、債務者の郡山氏が次回までには必ず答弁書といいまして、私たちの申し立てに対する、反論とか、私たちの主張のここは認める、ここは認めないとかですね、そういう、まあ、認否というんですが、イエス・ノーということをですね、書いた書面を出してくるんですね。そうすると大体どういう問題が争点かが分かるものですから、その争点が分かってくれば、その争点をめぐって裁判所がさらに、ここは知りたい、ここがよく分からないとか、そういうふうにして議論を絞ってくると思います。ですから、次回 その裁判の内容は、その前に出される郡山市の答弁書の内容によってある程度方向性、中身が決まってくるという感じです。で、その郡山市の答弁書がまだ全然わからないものですから、我々もどんなふうな展開なのか、ちょっと、ここでは申し上げられないんですね。ただ、郡山市が、はい、わかりました、疎開を認めますってことは、まずないので、必ず争ってくると、どういう理由でどういう根拠で争ってくるかをちょっとまだ我々には分からないので、それが答弁書に書いてあるので、まあそれは向こうから出ましたらできるだけ早い段階でその争いの争点は皆さんにもお伝えしようと思ってます。はい、どうぞ。国の裁判と違って、郡山市自身が
国や県の被害者である。だから原告側と共同訴訟される部分は相当あるというふうに私は考えるんですが、うん、はい、ですからその辺は弁護士先生はどのようにお考えですか。まあ、おっしゃる通りでして、あの私どもも何か郡山市と表立ってですね喧嘩をする気は毛頭なくて、むしろ、まあ、郡山市と協力してですね本当に適切な措置が、まあ、取れればいいと思っているぐらいの、まあ、私個人の気持ちはそうなんで、あの、まあ、その意味では何、て言いますか、あの法律的には、学校設置者というですね、小中学校設置者、設置するものが疎開をするかしないかを決める権限を持っているん で、それがこの場合はですね、学校設置者が郡山市、まあ、市の教育委員会ですけれども、そこが学校設置者になるので、たまたま、この裁判の相手方が郡山市になっただけで、あの、なんて言いますか、その郡山市がすべてなんかその今回の、疎開をですね、そのしない諸悪の根源であるみたいなことをですね考えてですね全くなく、むしろ、まあ、諸悪の根源って言い方はおかしい、こっちの誇張ですけども、一番の問題点は、まあ、文科省のですねその政策の、まあ、当初はにじみしべたという、まあ、めちゃくちゃな基準で教育をやろうとしたり、で今なおそれを撤回しないでにじみしべたと目指すと言いながら、実際はそれに反することをですね平気でやってる、そういう、まあ、文科省の、教育政策、そこにその、この裁判の本質的な問題があることをですね、まあ、結局、まあ、それをこの裁判の争点としてあの、争うことになると思いまして、なんかその、郡山市が積極的にですね何か、自ら危険なことをしてるというよりは、まあ、文科省の政策に従って行動を取った結果、まあ、子どもたちが危険な状態を置かれているということで、文科省 その政策が間違っていることをですね裁判の中で明らかにしていって、あの最終的にはまあ疎開を勝ち取ると、そういう形で、まあ、あの郡山市がなんか矢面になるような形で主張対立する気はこちらは全くなくて、あのおっしゃる通りの展開になるように、今対応しているつもりです。よろしいですか。はい、どうぞ。あ、そういう点で、あの弁護士の先生もおっしゃったようにですね、すごく学問的な論争のところがあって、まあ、この仮処分に入るかどうかわからないんですが、で結局あの100ミリシーベルト以下はあの健康以外が学問的に証明されてないっておっしゃるアドバイザーの人がまだいらっしゃいますよね。まあ、そういう考え方とあの放射能についてはですね、敷地がなくて少なければ少ないほどいいんだと、まあ、そう言っても今一定の線引きを政治にしなくちゃいけないから、まあ、法律上も一時があると、まあ、あるいはですね、あの、もっと厳しいのと 0.1 なんてですね、もう到底今の日本の状況では実現できないような厳しいことをおっしゃるヨーロッパの先生もいらっしゃいます。だからその辺の、論争までこれの中で入るんですが、そうすると、まあ、おっしゃったようにですね、まあ、直接の矢面の方と実際に論争する相手っていうのが違ってくるんじゃないかと思います。そこまでここに入る、まあ、非常に難しい今ご質問でですね、まあ、ですねその、本当にその放射線の危険性というのはどういうふうな基準で考えていくかという議論にですね、この裁判の争点がなるんだろうかという、まあ、ご質問なんですけども、まあ、私どもあの科学論争をするのはこの裁判の目的ではなくて、子どもの一刻も早い救済があの現実的な目的なものですから、それにとって必要な限りで、まあ、やむを得ない限りであの科学論争にも入りますけども、極力ですねそれがなくても、まあ、法的な義務としてその1ミリシーベルト以上の状態に子どもをその教育させることが違反であることをですね、理由でそういったもうごく、シンプルな理由でもって、結論を出したと思っているので、まあ、それが裁判所が、認めてくるんであれば、それ以上ですね科学論争に入る必要もないし、まあ、
私はまあ郡山市はそんなことをするようかどうかは、まあ、当分主義には分からないんですけども、被告がこれ国とかだったらきっとそう、まあ、どんどんそういう化学論争をやってくると思うんですが、まあ、幸いまあ国ではないもんですから、まあ、郡山市の対応を見ないと分かりませんけども、もし郡山市がそんなにそんな議論をするのなければ、もう私どもとしてはもう速やかに地味しべとこういった状態は違法だから、即刻疎開せよということでですね、核論争なしで結論出したと思っています。もう一つよろしいですか。あ、はい、で今回のは私立ということでございまして、基本的に小中学ですよね。ですけど、まあ、高校生だということになると基本的に県立になるんですか。そうですね。そうすると、まあ、あの楽観的な見方かもしれませんけれども、この会社もうまくいったとしても、そういう高校生もやっぱり対象とすべきだということになると県も対象になる。あ、はいはい、そうです。まあ、あの例えば高校生も一緒にやるというので、被告を郡山市と県と一緒に合わせてやるということも理屈目では可能だったんですけども、まあ、今回はもうとりあえずあの郡山市だけに絞って、まあ、まあ簡単に言うと郡山市と県とまた2人並べるとまた主張がいっぱい出てきてですね、まあそのシンプルな形で早急な解決というのも、まあ、あのやりにくくなるので、時間をやっぱり惜しむという意味でですね、もう郡山市に絞ってまずはそこであの適正な判断をしてもらうということで郡山市だけにやりました。で、まあ、だから場合によってはこの後県をまた相手にすることをですね、考えることは十分ありえますけども、まあ、まず郡山市で結論を出してもらうことに、まあ、私どもとしては全力を集中して注ぎたいと思っています。今日の話ですか。あ、あの裁判所が気にしてたのはその、疎開をですね、その実現するときに、何かそのためにその法律上のですね、いろんな措置というか、例えば条例を作ったり、結構その大掛かりなですね、そのことをしないと、疎開がですね実現できないのか、それとも単なる予算措置ぐらいだけで、疎開が実現できるのか、そこら辺のことがやっぱりそのちょっと気になるんだと。もし前者だとしたら、まあ、それはちょっとそのこの民事裁判で例えばその条例を制定するみたいなことをですね、判決で認めるのはこれはちょっとその民事裁判の、まあ、限界を超えるんじゃないかということでですね、そういう心配をしてたんで、それについてあの裁判所長に気にしてますということを言ってて、でそれについてもしご意見があれば、聞きたいし、まあ、郡山市からもそれについて、まあ、郡山市の方はむしろ郡山よく知っているので、この後、まあ、それについて、議論になるでしょうということを言ってました。まあ、あと、まあ、これはですね、仮にあの、まあ、こんなことを裁判官が言うのはちょっとあまりあれなんですけど、期待を持たせるかもしれませんが、この仮処分が認められた場合ですね、疎開せよって、その場合にいつまで疎開せよっていう問題になるんですかって言われたんですね。いや、そんなあのそこまであのお考えいただけるなんていうのは、なんかちょっとこれ記者会見とかで言うべきだったんですけど、なんかそんなあの心優しいご質問が出るとは思ってなかったので、もっといやらしいケチくさい、もうなんか人をなんかもうあの門前払いするためのことばっかし聞かれると思ったん で私もあるいは今日電話会議に出た滋賀から移動裁判移動弁護士もですね、私どもそこまで到底あそんな質問があるとは思ってもいないで、盲点でございましたとか言ってあの、なんか嬉しいやらちょっと恥ずかしいやらみたいな、要するにその認められた場合にはいつまでそれ続くんですかってことで、それについては何かその無制限に続くようでも困るというか、そのかといって、まあ、これは郡山の市の立場だったらずっとやる、その判決ってある意味では下手に書くと永遠にその、
その内容ですね、根付きみたいになっちゃって、それもまた郡山市は大変ですよねというような感じのですね、そのまあそうやってみたらそうなんだけど、そんな嬉しい議論をここでさせてもらえるなと。でまあちょっとそれはぜひ検討させてもらいますって、井戸弁護士がなんかもうさっさとそのお土産じゃないですけど、宿題を、受けたまわりましたという感じで、まあ、そういうことをちょっと言ってまして、まあ、今後場合によっては疎開は認めるけどもいつまで認めるのかについて明らかにするようなことをちゃんと詰める必要があるということで、それはもう、喜んで検討させていただきますという感じだったんですけど、まあ、そういった質問がありました。どうぞ。ありました。名前は いやもう絶対それがあのセットでですね、裁判とおっしゃるようにその市民との行政交渉とのセットで初めてこの集団疎開が本当に意味があるものになるんで、お任せではやっぱ結局その今おっしゃるように相手先見つからんとか言っていろんな言い訳でその判決で結局勝ってもですね、それを実行する段階でいやその行き先がないかとか言って、そういうことでその頓挫することってあるので、やっぱりあの皆さんからもですね、同時並行で受け皿をですね、用意とかいろんなその探していただいてですね、ぜひともその速やかな実現に向けて一緒に協力していただきたいと思っています。あと先の対戦で私これも言ったんですが、46分7万が学童疎開で転校してるんですね。そういう宣伝があるわけで、地方経営は20万ぐらいですか。あの時代に最初やってるまして今そういうことやれないはずはないと思います。ですよね。こちらからそれをですね持ち出して言うんですが、この度のはそれは絶対に不可欠なものだと思うんですね。あのっていうのは、あの神山美智子先生、弁護士の神山美智子先生もおっしゃってますが、あの私たちには食というものをやはりこう口から取り入れます。で、生きているものをいただいて生かされているものですから、内部被曝というのは必ずあると思うので、あの今出ているものはみんなその一つのものに対する難民支援ベースと、でも蓄積されるということは何もない。で、神山先生が不思議に思っているのは、全部蓄積すれば完全に17なんて超えてしまうとかいうことをおっしゃっているんですよね。で、そういうことは当然あの文科省だって分かっているはずなのに打ち出さない。で、情報はあの小出しでちょっとずつ出す。だからなおさらあの住民は不安になって、何が本当の、情報なのか分からない、選択ができないっていう住民のところに誰もいい情報を与えてくれない。で、これはもう一番あの悪いのは国なんですけれども、で最終的にあの柳田先生もあのそれこそあの遺伝子組み換えの稲の裁判であの聞いたと思いますけれど、国の方っていうのは花粉が、遺伝子組み換えした花粉は 20km 以上は飛ばないみたいなことも言いましたよね。で、なんていうか、そういう単純な子供騙しみたいなことを平気で国は言う。それからあのかいわれ大根でもそうですよね。私が食べて大丈夫だとか、BSの、あの後ろ時もあのニュースにね、あのニュースのみんなああいうのを加担してるんですが、こちらのメディア側の方もいらっしゃいますけれども、かなりそれを加担してると思いますが、ああいうことであの消費者をごまかすような感じの情報が流れちゃうということが私一番怖いんですが、その辺はやはりあの科学的根拠というのをもうちょっとこうしっかり打ち出して、あの住民が納得できるような形にしていただきたいと思うんですが、あのおっしゃりたいことはもう痛いほど分かってですね、でそのために実は5月の初めから準備してきて、特にその内部被曝の危険性をですね、正面から論じようと、取り上げようと、でそれでもって裁判しようということでやってきたんですが、実は片方で内部被曝というのは、それをちゃんとその裁判上ですね、証明するというのは、口で言うほど簡単じゃなくて、結局その、まあ、
いろんな反論、見つかけ論もですね、されちゃう恐れがあって、その中で、これはやりだすともう長期化は避けられないと、しかし今現に目の前にいるその被爆の中で、子どもたちだけは早急にですね、避難させなきゃならないという、その差し迫った問題との、まあ、兼ね合いの中でですね、今回は、申し出し書に書いてあるんですが、本当に大変な問題は内部被爆の問題であって、もうそこを無視しては被爆の問題は語れない、しかし我々は、子どものですね、早急な救済を求めるために、今回は外部被爆に限定して、そこだけでですね、議論をして違法な状態にあるということで、救済を求めると言ったので、そういう意味で、まあ、ちょっと、究極の、苦渋の選択だったんですね、その、本来の科学裁判のあり方に正面から、ちょっとぶつかってないというような批判を重々承知の上で、現実の子どもの救済の方を優先して、外部被爆だけの問題に絞ったんです。ですから、まあ、それを言うんであれば、また別の裁判を起こして、正面から大被爆をですね、論じる裁判を別途起こしてやる方が、私としてはいいと思ってます。で、それをぜひその、他の先生たち、私ちょっと自分がクローン人間にならないと、ちょっと2つ身が持たないんで、できないんですけども、ぜひ他の弁護士の先生たちと手を組んでやっていければと、ちょっと他力本願で申し訳ないんですが、思ってます。皆さんいかがですか。あ、すみません、いいですか。はい、非常にいいチャンスですから、いい悪い先のこと考えてもしょうがないです。とりあえず住んでる池にですね、ポンって石投げたのは今回なんですよね、裁判というからです。だからこの意味はね、ものすごく大きいの。だからもしかすると世界も注目してるはずです、ある意味。だからそういうような気持ちでやりがいがあるということで、ぜひ先生方には頑張っていただきたいです。はい、ありがとうございます。もう裁判始まる前からお話聞いてて、なんかもう体中がゾクゾクするような激励を与えられまして、おかげでそれでなんていうか、裁判もなんか頑張れたんですが、実は今ですね、24日の提訴の時もやったんですが、今日もアメリカからこの裁判にですね、ずっと協力してくれた、地質学者で放射能汚染のです、ね、専門のモレさん、ローレンさんという方がですね、今スカイプでこの会場の前に来ておられます、ネットとして。で、今彼女にですね、一言この裁判をですね、どんなふうに注目されているか、ちょっとメッセージを喋ってもらっておりますの で通訳の方がいらっしゃいますので、通訳の方はハワイにいらっしゃって、ご本人はニューヨークにいらっしゃって、サンフランシスコです。ちょっと今中継でですね、つなぎますので、ちょっと皆さん一緒に聞いていただけますか。はい、これちょっといいですか。これ今電源がですね、すいません、じゃあその前に一言いいですか。すみません、ではその前に一言ですが、原告の保護者の方からちょっと走り書きで文をいただきましたので、朗読していきたいと思います。郡山市と戦いたくない、郡山市には戦わず白旗を上げてほしい。県、国が動いてくれないのでこういう形になってしまった。できないなら全国、できないなら全国に助けを求めてほしい。親の仕事、子供同士のいじめなど考えられるので、表には出られずすみませんということです。まあ、本当にやむにやまれぬこの原告の方 の気持ちで今回裁判の訴えになったということを皆さんにもご了承していただければと思いますので、よろしくお願いします。あ、それからちょっといいですか。ですね、こちら松本からお出になったんですよね、市長さん。チェルノブイリに5年間行ったんですけど、人が唯一のまともなテレビの中でのいいコメンテーターだったです。それ以外は全部ダメ。まずそう思いましたね、聞いててね。だから広島と長崎にも意外で違うんですかね、ニュアンスが。それは長崎っていうのは企業城下町なんですよ、三菱の。で、広島はそうじゃないんで、ニュアンスが同じコメンテーターでも違います。だからそれが違いはよく一般のテレビ見てると分かりますね。だから、なんか縁があるかなと思って、その松本さん、その、お出になっちゃってると。あ、すいません、余分なくて、どうもすいません。はい、どうぞ。もしもし。
森田さん。はいはい、どうも。どうもお待たせしました。すみません。ちょうどですね、皆さんですね、はい、世界の人がどんなふうにこの裁判を注目しているか、その、はい、声を聞きたいというので、まあ、フローリアさんのですね、お話とメッセージを今ここで、皆さんに彼女から喋っていただけます？はい、わかりました。どういうふうにしたらよろしいでしょうか。そちらの質問なり、質問の前にですね、はい、最初、はい、彼女のメッセージといいますか、この裁判をどんなふうにその、まあ、注目というか期待しているのか、はい、それについて彼女のコメントというか、短くていいですか。はい。ちょっとコメントを聞かせていただければと思いますけど。わかりました。ちょっとお待ちください。Lauren? Are you there?
そしてこのアルファ線を放射する粒子ですねは、そのエネルギーが放出するとイオンを発生しまして、それはベータ線、ちょっとこれ基本的な話になってしまいますけども、ベータ線を発する粒子よりも、7万倍近くのスピードでそのイオンを発生します。その今言ったベータ線を発生するとしては、セシウムとかヨウとかトリチウムという元素が、放射性元素があります。これ彼女の専門領域にあるんですけども、で政府や東京電力東電が発表していることには、こういったものを核分裂、生成物というふうに呼んでますけれども、それらが福島の原子炉が放出されているのですけれども、これ以外にですね1300ものそういうものが存在するのです。でそういったもの、いわゆる放射性物質に関しては一切報道でおりません。それらはですね、テレビや東電がやっていることは、それを、海に流してですね、あるいは大気中に流して、その放射線汚染というものを薄めているのではなくて、彼らはそういうデータをですね、データを薄めちゃっていると、これ比喩を言ってるわけですけども、それを体の中に入れて、そのデータを、隠してることになります。IAEA、つまり国際原子力会ですね。それと政府が言っている人々の体の中のにそういった物質された放射線というのは害がない。それが体の中に入ったとしても、その点は消えてしまうんだというようなことを言っています。しかし実際としてはですね、このアルファ線を出す粒子というのは、このエネルギーとしてはですね、500ミリシーベルトに相当するエネルギーを細胞内で発生するんです。しかもこれはたった一つですね、一つのアルファ線粒子といわれるもので、それだけの大きなエネルギーを発生します、放出します。細胞内にとどまってるんですね。
そういうことです。ごめんなさい。原口和弘さんというんですか、原口さんは、総務省の総務大臣ですか。放射線の問題が出たが実際に発表したものが、実際よりも実は30倍も実際のものが発表されたよりも30倍も多かったんだということを認めているというふうに言ってます。森田さん、はい、森さん、いろんなお話を書いていただいているんですが、もしよかったらこちらでですね、ぜひ一言聞きたいことがあったら、それでもその話をちょっと振ってもいいですか。皆さんがもし質問があれば。そうですね、ちょっとあまり専門的になっても、いや、もう、まあ、科学者なのでとしても、ありがたいんですけど、ちょっと皆さんちょっとあれなんで、もしちょっと聞いてみて、そうですね、はい、ちょっとお待ちくださいますか。はい、今、会場にいます。どうね。Okay, I think they wanted to ask you some question. はい、どうぞ。はい。今のこのスカイプで喋ってくださっている萌さんは、さっき科学的な論争の時に話題になりました、いわゆる日本政府がその安全性の根拠にしている、国際防、放射線防衛委員会というですね、ICRP というそういうその、国際組織のですね、出している基準に対してこれはおかしいとことを唯一、まあ、その真っ向から主張する、欧州放射線リスク委員会という、ECRR という、そこ の,、まあ、その研究所のメンバーの、まあ、お一人なんですけども、で例えば、ICRP はですね、一般人は1年間1ミリシーベルト以上だったら死んでないという人に対して、もう一方の ECRR はそれは間違っていると、一般人は年間 0.1 ミリシーベルト以上を超えると危険であると、なぜならそれは内部被曝の問題を考えたらすぐ分かるということですね。内部被曝の問題にきちんと目を向けないのが、ICRP のですね、日本政府が目安にしているその団体の発想だとですね、きちんと、まあ、この問題を取り上げてきた、その ECRR の、まあまあ、メンバーの方で、その森さんにですね、今皆さんからぜひ聞きたいことがあれば、せっかくなんでご質問を受けますので、手を挙げていただけますでしょうか。はあ、あ、柳原さん、はい、ちょっと、はい、はい、一言言うと手、あれですけども、あ、ごめんなさい、彼女は ECRR のメンバーではありません。あ、すいません、まあ、協力者ですかね、まあ、そうです、はい、はい、協力者です。すいません、ちょっと厳密に言うと、モレさんは ECRR のメンバーじゃなくて、まあ、緊密な関係を持っている協力者という、まあ、一応科学者ですけども、ちょっと訂正します。それですね、このちょっと情報が正しいかどうか分からないんですけども、ICRP が広島長崎に原爆を落として、それでその1週間後に仮屋崎台風で広島の場合亡くなったんですけども、その時の死亡率が外部被爆だけしか取ったり取ってなかったから、117万人。それで ECRR がそれ以外の形で死んだ人間、内部被曝で死んだ人間というのは約5600万人なのね。でそれだけの差が出てるんですけど、その数字は本当なのかどうかちょっと、それだけの、ね、117万人と5600万人というね、その内部被曝と外部被曝の差があるっていうことが、これ非常に大変なことなんで、今福島県でそれがものすごく大事なことなんです。はい、
森田さん、聞こえました？大体分かりましたけども、ちょっと確認しますけども、広島、長崎の被爆の犠牲者になった方が117万人というふうに、これ ICRD を言ってるって言うんですか？あの広島ばっかりじゃなくて、それ以降のおそらく累計だと思うんですけど、核実験の結果ですよね。核実験とかそういうのがいろいろ入った累計の金額、広島だけで117万人死んでませんから、だからそういう累計で、それであの ECRR が今度また別の形で内部被爆を入れて計算した場合に5600万人っていう数字が、はい、今のですね、はい、説明は実は柳崎勝馬さんの本にちゃんと書いてありまして、それはそれによると第二次大戦後に、今日までですね、放射線被爆により命を奪われた人の数について、ICRP は117万人だというふうに試算しているのに対して、今のこのヨーロッパ欧州放射線リスク委員会の ECRR は6500万人を超すというふうに、そういうふうにその試算していると。これは本当なんですかというです、あまりにも違いすぎるものですから、一言なんかこれについてなんかコメントを欲しい。わかりました。This man is asking, according to the ICRP, the total victims from the radiation whatsoever since the First World War was estimated 1,170,000population who died from the radiation, just in general, maybe including the Hiroshima and Nagasaki, of course, but mostly from their atomic nuclear power test. Yeah, from radiation. But according to the ECRR, the similar cause, the victims, total victims from the radiation in general is 56 million. And this man is asking, is this the correct data? And can we trust the ECR, that he estimated? Hi, Ron さんは、はい、まさにあの ECRR の数字が正しいというふうに言ってます。今の方はやっぱりちょっとそれが本当かどうかを確認したかったらしくて、今確認できて非常に喜んでおられます。それとですね、はい、それに付け加えてですね、はい、ECRR が実際にやったことは、チェルノブイリのデータを正確に、出したということですね。はいはいはい。それだけ、人間だけではなくてですね、彼らが参考にしたのは、そこのチェルノブイリにいる、ネズミですね。ネズミの DNA、ネズミの細胞中の DNA の突然変異をどのぐらいあったか、その突然変異率って言いますけれども、それを計算したんです。まあ、それを計算してたというか、まあ、統計を取ったということですね。そして、そういう実際の研究に基づいてこういう計算を出してきたということですね。そして ICRP のモデルというのは、例えば広島、長崎のアメリカの、研究ですね、データに基づいているわけですから、もともと本当のことを言ってではない、要するに、歪曲されています。で、それもその歪曲された数字というのは実は1000倍も少なく見積もっています。広島と長崎の研究はそういう、彼らの、アメリカの研究ですけれども、調査研究ですけれども、報告はまず1年目に死んだ人々のは含まれていません。原爆から1年目ですね。1年以内に死んだ、亡くなった方を含まれていません。そしてしかも、
質問された方のおっしゃる通りに、外部被曝だけを考慮された数字です。で、ECRR のデータは、おっしゃられる通り、内部被曝が含まれています。で、その方がもっともっと危険で害を与えるものなんです。ですから、この2つのモデルというのは、まあ、あの ICRP と ECRR というのは全く両立しません。ありがとうございます。はい、ですから ICRP モデルというのは内部被曝を全く考慮してないというふうに言っていいでしょう。はい、ありがとうございます。また質問がありますのでいいですか。OK、 there's the same, thank you。 じゃあどうぞ。はい、another question。 森戸の和江と申します。はい、主婦の一般主婦からの、今森田さん、聞こえませんよね。あ、聞こえました。あ、聞こえたんですか。はい。あの、well, this lady is asking, well, actually, where she lives, it's in Koryama, is it safe to stay, or they should move immediately, and how the U.S. is looking at the situation from U.S. side.はい、答えは移動してくださいっていうことです。それは何キロ圏内とかいう形ではなく、福島県全体でしょうか。 That includes whole Fukushima area。 例えばですね、今アメリカの方の質問が出ましたけども、アメリカの、まあ、カリフォルニアですね。彼女は今バークレーという、まあ、サンフランシスコに住んでるんですけども、その辺一帯は3月11日からこれまでに、幼児ですね、乳幼児の死亡率が 35% も上昇しています。ですから、福島の原子炉から原発から少なくとも200マイル、200マイルっていうとその 1.6 倍ですから、320キロですか、なりますよね。半径320キロ圏はもう危険地域だ、もう回避するべきだと思います。爆発の際の1号炉は横に爆発をして、3号炉が縦に爆発をしましたが、それに関してどういうふうにご覧になられますか。今1号機は何ておっしゃったんですか。横に爆発をしたんですね。で、3号機に関してはフルサーバルを行っている号機なんですが、それが縦に爆発をしました。はい、それによって3号機はどうしたんですか。いや、すいません、聞こえませんでした。3号機が爆発した映像はご覧になられましたか。はい、いや、ローレンさんはもう毎日のようにまあ、そちらでは報道されてないでしょうけども、外国ではもうオンラインですよ、オンタイムでずっと報道されてまして、日本の方が知られない本当の放射線のレベルがもうみんな分かっております。出るんでしょうか。避難指示が外に出るんでしょうか。
の最後の避難をなんておっしゃったんでしょうか。避難指示が出るんですか、アメリカだったら。あ、アメリカだったらね、うん、Well, this lady asking, because you said 200 miles radius from the reactors, the people and within that should be moved, should move. But is what will happen in U.S., the U.S. government will evacuate the people if the same thing happen in the U.S.? アメリカでもですね、私がいろんなものが報道されて、あるいは情報が言ってるというのは、あくまでも一部の人たちが、まあ、ローレンさんといか科学者とか、そういった方たちだけであって、アメリカ政府はアメリカ国民に実際の放射能のことの事実を知られたくないので、一切、まあ、一切というあれは、ませんけども、ほとんど知らされていません。で、実はアメリカ国民も第二次世界大戦以来ですね、ずっと放射能を浴び続け、全くモルモットにされているという実情があります。日本だけではないんです。それはロッキーフラッツですか。ロッキーフラッツ何ですか。ロッキーフラッツ、要するに広島の原爆と長崎の原爆を作ったところで、そのトリガーを作ってたところです。今でも入れないですよね、あそこは。ロッキー山脈のふもと。あ、ロス・アラモスのことでしょうか。はい、はい、今ロス・アラモスが今山火事で大変なことになっています。あ、まあ、これは私のあれですけども、あそこはアメリカンインディアンが住んでまして、その放射能のもう煙で巻き込まれて、大変な今被害を受けてます。これはほとんど報道されてませんけれども、今アメリカも大変なことになってるんです。そういう意味では、もう一つの原発が今大雨で水に今埋まってしまっていて、そこもそれ中西部のまた別の地域ですけれども、今問題になっています。それはネブラスカ州というところですけれども。で、まあ、今ローレンさんからですね、アメリカの話、まあ、いろんな政府はですね、アメリカでも、妊娠した女性にですね、プルトニウムを注射して、どういう反応があるかとか、そういう人体実験をやってきたんですね。こういうのはもちろん一切報道されてませんけれども、で、放射能は食べ物や例えばミルク、水、チーズ、飲料水、そしてしかも空港に行けば皆さんご存知のように X 線で体を調べますね。そのようにもうあらゆるところで放射能が脳被曝を浴びています。まあ、こういったものを総称して低レベル被曝、放射線被曝と呼ばれるものです。森田さん。はい。あ、もう一つ一人質問があるんですが、いいですか。どうぞ。どうぞ。There's another question. どうぞ。私は昨日、女川原発に行ってきたんです。で、もちろん入れなかったですけども、まあ、もしも、まあ、細かいことは言います。うん、それで女川原発はご存知のように PR センターがあります。原子力 PR センター。もちろん原子力は安全だということを印象付ける、まあ、建物です。で、そこには昨日は休館日だから入りませんでしたが、私は無理を言って。I can't hear you. 女川原発に昨日行きました。で、女川原発では、そのモニタリングステーションでは、我々人間は1年間にこれだけの放射能を浴びる。
で、それは問題のない量である。宇宙から、大気から、食べ物から。で、その数値は 2. いくらかだったと思いますけども、その女川原発、今回の東日本大震災、そして津波によって大きな影響を受けたと私は思ってますけども、原発の職員は何の問題もなかったと、基本的にはと言っておりますが、海外のメディアから見て女川原発はどのように映っているでしょうか。はい、聞こえました。はい、はい、聞こえました。ありがとうございます。はい、すみません。 OK、Lauren, you know 女川 nuclear power plants is located north of Fukushima Daiichi. Okay, of course it suffered from tsunami and they had blackout also. And but the monitor center is claiming that the radiation release has caused any danger to the public and no risk, and even with workers. And how do you think about it? それは本当のことではないと思います。そのモニターセンターが言ってることですね。前回のマスビさんみたいな、ああいう人がやっぱり発言していることが非常に大きくて、実際のところ私が思うところに、もう部分的なメルトダウンはあったんじゃないかと思っています。I have a question. If people can't believe in the government or the prefecture government, what right do you think we have? Did you get it, Lauren? すみません、今、女川原発のこともうちょっとあって、その地震が非常に、強力だったものですから、床を揺すぶってですね、原子炉を破壊したんではないかというふうに言っています。はい、今のお答えに関しては、はい、そうですというふうに言って、市民がですね、市民自身で、放射線を測定しなきゃいけません。で、これは今、緊急にやらなきゃいけないことです。実はそれに関して辰巳博士から、私たちがちょっと依頼されて、早急にですね、福島の人に市民にいろんな質問票なり髪の毛とか水をですねサンプルを送ってもらいたいというふうに依頼が実は来ているんです。そして子どもたちや妊娠中のお母さんは即退避することが必要です。で、それに関してやっぱり市民の方がお互いに助け合ってやっていかなきゃいけません。それは日本だけではなくアメリカも同じです。アメリカも一種の大量虐殺に合ってるようなものです。で、これは、北半球の人間を大量虐殺するにと同じことなのです。日本だけではありません。で、これだけに原発事故は済まないでしょう。これからももっといっぱい起きてくるでしょうというふうに言ってますね。で、今先ほど私も言いましたけども、今アメリカでは水に浸かってしまった原発が2つもあるんです。で、このことに関しては政府が報道を規制をしているので、一般の人はほとんど知りません。よろしいでしょうか。あ、はい、ありがとうございました。他になければそれで、森田さんどうもありがとうございました。実ははい、こういうですねお話を聞けるのは非常に貴重なことでして、日本ではやっぱりなかなかこういうことを
ズバリ話す方がいらっしゃらないもんですから。Like Harrison saying, it's so valuable to hear the opinions and comments from overseas. でまた機会がありましたらぜひですね。And we really hope that you will join us like this and provide valuable information. モレさんとですね、こういう話を、はい、わかりました。はい、はい、もっともっと、はい、情報を送りますので。はい、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。私もありがたい幸せに思っております。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、Thank you, Ryan。 皆さんどうもお疲れ様でした。夜遅くまで、はい、ありがとうございました。はい、ロレンさんからありがとうという言葉です。はい、では遅くまで本当にありがとうございました。以上で報告集会を終わらせていただきます。ありがとうございました。頑張ってください。お願いします。はい、ありがとうございます。